写真拡大。次こそは阪神藤波慎太郎投手26がシャープ61930ビニ甲子園での投手練習に参加し、次回先発に有力な30日のヤクルト戦神宮へ意気込んだ。前回23日の広島戦は7回途中4失点で負け投手になった。一時は勝利投手の権利を得ながら6回にピレラに逆転の満塁弾を被弾しただけに、ストレート1本にならないように投球に幅を持たせられるように改善したいと話したが、敵地ながら2018年9月29日以来となる復活星へ諸条件が整っている。藤波は荒れ球が持ち味であると同時に、対右打者への制球力が課題となっている。時にそれが過剰な意識として投球に現れ、突然制球を乱し失点を重ねるなど、近年の不振の原因とされた。とりわけ相手の懐を厳しく攻める必要がある中軸打者の時に起こりやすい傾向があっただけに、リーグ屈指の右の強打者山田哲の不在は悩める右腕には追い風となりそうだ。さらにそんな藤波の悪癖が顔を覗かせるたびに心ないヤジで過剰に反応するアンチも今回は限られたものになりそうだ。コロナ禍での公式戦の観衆の上限は現状5000人。ファンの密集度も通常のシーズンとは異なっている。主催のヤクルト関係者によると、今年はホーム側のファンが一塁や右翼、ビジターがその逆というように、ファン同士が固まり合う席配置になりにくい。特に内野席にその傾向が顕著で、これまでのようにグラウンドの片側だけに自分のファンがいるのではなく、自分と敵ファンが360度均等の感覚に近いイメージだという。さらにどの球団も現状5000人で行う主催試合は、年間席購入者の方やファンクラブ会員の方から優先発売りしているので、どの席というより見られるのならばどこでもというお客様が多い。同関係者、比較的お行儀の良いファンの中でマウンドに上がれる状況なのだ。すでに3月にも無観客での練習試合で4回無失点と、静かな神宮での予行演習も済ませている藤波。敵地にはなりますが、ファンの方々の歓声に応えられるような投球をしたいと、すでに本番当日のイメージを膨らませている。神宮に吹く追い風をバックに、果たして670日ぶりの勝利を飾れるか注目だ。